みんな、僕はスピンちゃんだよ。今日は伊賀小学校に来てるんだ。この小学校はみんな一生懸命勉強しているらしいんだ。絶対秘密があると思うんだ。みんなで秘密を見つけに行こう。ここは6年生の教室だよ。早速入ってみよう。さすが6年生だね。みんな一生懸命勉強してるね。授業で使われているものは何かな？みんなも一緒に探してみて。動画を一度止めて考えてみてね。みんなはいくつ見つけられたかな？一緒に見てみよう。鉛筆、消しゴム、教科書、ノート、タブレット、パソコンなどがあるね。って、なんで授業中にタブレットとかパソコンがあるの？ちょっと授業中にごめんなさい。なんで授業中にパソコン使ってるの？あの人はタブレットを使ってるし、タブレットって YouTuber の動画を見たりゲームするものじゃないの？もしかしてテレビとつないでみんなでゲームしてるとか？いやいや、授業の中でパソコンやタブレットを使うことはよくあることだよ。このテレビは授業でパソコンを使うときにパソコンの画面に映っているものを大きく見えるように使っているんだ。今は算数の授業で使っているんだ。先生が持っているタブレットと同じ画面がテレビに映っているんだよ。出番だぴょん。誰？僕の名前はぴょんぴゅーた。うさぎ型のパソコンだよ。パソコンについてわからないことは何でも僕に聞いてくれ。どうして授業でパソコンを使うかは僕が説明するね。まず学校の授業ではいろいろなことについて調べたり説明したり誰かと一緒に考えるよね。そうだね。その調べたり説明したり一緒に考えたりするとき、パソコンを使うと便利なことが多いんだ。便利って？調べるときにパソコンを使えばインターネットで知りたいことをたくさん知ることができるよ。説明するときにパソコンを使えば言葉だけで説明するよりももっと分かりやすく説明できるよ。誰かと一緒に考えるときにパソコンを使えば一緒に考えることが簡単にできるよ。勉強するともっと勉強できそうだね。
そして授業でする、調べる、説明する、誰かと一緒に考えるは、みんなが大人になってもすることなんだ。なるほど、便利だから大人になってもパソコンを使うんだね。その通り。これはある会社で仕事をしているところだよ。パソコンを使っているね。この人はパソコンを使って調べ物をしているよ。この人はパソコンを使って説明をしているよ。この人たちはパソコンを使いながら一緒にアイデアを考えているよ。じゃあ僕もみんなも大人になったらこうやってパソコンを使いながら仕事をするってことなんだね。それだけじゃないよ。仕事以外でもパソコンを使うと便利なことはいっぱいあるんだ。インターネットを使って買い物をすればお店に行かなくても買い物ができるよ。すごい！僕もパソコンが使えるようになりたい。でも僕大人になって上手にパソコン使えるかな？心配だよ。だから小学生のうちからパソコンを使いながら学習をして、パソコンを使う力と、もちろん勉強もレベルアップしていこうね。よっしゃー。じゃあ今日僕が分かったことを話すね。授業ではパソコンを使うこともあるよ。パソコンを使いながら学ぶと、調べたり説明したり、みんなと一緒に考えたりすることができて便利だよね。なんだかワクワクしてきたよ。じゃあ今日はこれでおしまいだぴょん。バイバーイ。